外国人留学生をウイルスが広がる前ぐらいの数にしたい。日本にいる外国人留学生は2019年は31万人以上いました。しかし新型コロナウイルスが広がったため2年の間に 20% 少なくなりました。日本に就職する人の割合も少なくなりました。文部科学省は2027年には外国人留学生をウイルスが広がる前の31万人以上にしたいと考えています。日本語の教育や会社に入る前に体験するインターンシップなどを準備して留学生が就職したり会社を作ったりしやすいように手伝うことを考えています。日本から外国に留学する学生は2018年に11万人以上いましたが、2020年には1500人まで少なくなりました。文部科学省は国が留学のお金を多く出すことなどで2027年には外国に留学する人も前のような数にしたいと考えています。